ばんは、おみやです。今日はですね、下野市にありますお食事処海舟さんに行ってまいりました。場所なんですけれども、国道4号線下小山交差点を壬生方面に曲がり、少し走るとローソンがあり、その隣にあります。お手頃な値段でボリュームのある定食が食べられるということで、早速店内へ。爽やかなご主人と美人なおかみさんが迎えてくれます。店内はこのようになっていて、カウンター席、テーブル席、小上がり席があります。メニューなんですけれども、定食でうな重や刺身、天ぷら、とんかつ、唐揚げ、オムライス、生姜焼き、ホッケ焼き、ポークステーキなどがあり、一品料理で揚げ出し豆腐や山芋の磯辺揚げ、マグロの竜田揚げなどがあり、黒板メニューの定食もあり、ご飯の大盛りおかわり無料です。ドリンクはアルコール類、ソフトドリンク類があります。私はポークステーキ定食ご飯大盛り1200円を注文しました。卓上には醤油、ソース、七味が置いてあります。はい、すいません。さあ、やってきました。ポークステーキ定食ご飯大盛りの到着です。ナポリタン、サラダ、味噌汁先輩、小鉢が3つついてきます。いただきます。ポークステーキですが、ニンニクのいい香りがして、ナポリタンが添えられていて、洋食感があり、黒船来航といった感じです。かつ海舟もびっくりの味、赤身と脂身のいいバランスで、香ばしさがあり、程よいとろみとニンニク感のある甘じょっぱいタレで、黒船が来航して、ペリーではなくニンニクマンが降りてきたように、どんどんご飯が進みます。タレがついたキャベツや懐かしさを感じるコクのあるナポリタンがたまりません。味噌汁先輩ですが、チワス。味噌汁先輩の具材は豆腐、ネギなどが入った味噌汁で、しっかりとした出汁と味でネギがいい味を出しています。冷ややっこ、わかめポン酢、たくあんがいい箸休めになり、ハンセンやロードウォーリアーズなどの外国人が襲来したような、いろいろ楽しめる定食です。ご飯がどんどん進み、おかわり無料ということで、おかわりしちゃいました。ポークステーキやとんかつなどの端の脂身が大好きで、レモン汁をつければご飯がさらに加速します。海舟さんの名前は勝海舟からではなく、名字の一文字とお父様が船関係だったことから海舟さんになったみたいね。そういえば海舟さんの駐車場なんですけれども、お店の目の前とお店の横に専用駐車場があります。お宮の銭肉を回収しても使い道がないわね。ご飯が進む味で大盛りおかわりが嬉しいですね。メニューが豊富なので、次回何を頼むか悩みます。完食です。ごちそうさまでした。はい、といったわけで、海舟さん、ご飯の進むポークステーキで、ご飯の大盛りおかわり無料で大変満足しました。他にも栃木県内の飲食店の動画を上げてますので、そちらもご視聴、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。では、バイバーイ。おみゃおみゃ、歩き、ふう、おみゃおみゃ、おみゃがしら、へい。